今日は私の盟友関係にある栃木さんの、今度の選挙の決起大会に、このように大勢の皆さんにご参集いただきまして盛大にできますことをお喜びを申し上げます。私もキャッチフレーズは昭和58年4月24日に市会議員に宣伝課使わないで一番で当選させていただきました。一回市会議員をやりまして、それから県会議員の方へ行きまして合計20年間やりました。そしてでっかい落とし穴がありまして、そこの落とし穴が落っこっちゃいましたですね。前回は19年の選挙は、負けてしまいました。普通だったら涙の一つも出るんですけども、涙も一つも出なかった。なんでこんなに一生懸命やしたのに私怒っちゃったのかなと、いろんな理由がございましたですね。まあここにいる鈴木市長知ってますけども、いずれにしても私はキャッチフレーズは一筋に貫く、もう思ったらずっとまっすぐ走る。まあ栃木さんも、都知事と合併は一緒だ、もう最初から、ずっと栃木だと、名前が栃木だから栃木だとじゃなくて、やはり、剣道何段なんだっけな、6段7段7段剣道7段ですよ、武道家ですよ。ですから武士道というの、その、武道精神を養った人ですから、まっすぐやっぱり私も一番今回岩船町が栃木の選挙区になる、私も、仕事が残ってるんで何としても岩船町で後援会作りたいって言った時にご尽力いただいたのは栃木さんでございました。またいろんな人もいました。おかげさまで前回の選挙は1500票近く岩船町で初めて、書いていただきました。そういったおかげをもちまして私の今日があって、まあ震災の後でございまして、投票率が県会議員の選挙は 47% という低い投票率でございましたが、皆さんのおかげをもちまして1万6000票近い票を持たせていただきまして、またカムバックが展開できたわけで、そのおかげで今日今29名の自民党議員がおりますけれども、その私が議員会長を務めさせていただいております。会長ということは議会をいかにうまくこう回すか、民主党、公明党、無所属、変なの、みんなの党か、変なの党じゃなくてみんなの党とかいろいろあるんですよ。そこでやっぱり私がこう、もうぐる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 やっぱり知事をなんとかこうしようということでやってる、今のところうまくいっております。まあそういったおかげで、今日あるわけでありまして、私落ちた時点で私の夢が叶わなくなっちゃったんで、これを何とかしようっていうのが、明治13年から栃木県議会はスタートを切って、栃木県が誕生したのがちょうど今年で140年になるようであります。ですから今の三森君が議長ですけれども100代なんです、議長さんは。私は92代の副議長と議長と同じ数字でございますけれども、私がそこはまったそれ大体こう見てますと、世間相場であれのお父っつぁんは議長をやったらしいな、県議会の議長もやったみてえだなんちって大体終わっちゃうんですよ。これはちょっといかがなものかと、何かを残さなくちゃ、名前が、私だってもう終着駅はあんまり遠くないんですよ、近いんですよ。だから何かを残そうというその私のグランドデザインがあって、それが震災があったからこそこれが持ち上がってきた。で日本列島ピンチですけれども、私に言わせれば栃木県も風評被害によってピンチですけども、これをチャンスにならないかと、それが私の今仕掛けてる、まあ、事業というものが絵になってきたと。これは栃木県は東北縦貫道路も通ってますけれども、新国道4号線ってのも皆さんありますね、
これが6車線がやっと揃って、そして交差点のあるところはこう飛んじゃう、降下しちゃう。そしてこれをですね、小山、ま、の、野木町、それから真間田、この辺は栃木県で2番目の都市に小山はなりました。16万6千になりましたけれども、その次今度は栃木市ですね。しかし交通便の悪いのは一番この野木とか小山とか真間田の人たちなんです。高速道路に乗るのには12キロから3キロ、佐野から乗るにしても栃木から乗るにしても、上野からから乗るにしても大変なわけでございますよ。で、私はそこへ目をつけたのは、日に6万台近く車が通ってる。茨城県行きますと4車線2車線になっちゃうんです、混雑しちゃう。で、そこへ東京へ今度は大きな地震が来そうだということで、今東京とは都内の首都高速には8兆円もお金をかけて耐震の工事をやったり、いろいろ建物もこう地震が来ても大丈夫なようにということで災害対策をやってる。その中で圏央道路というのを今作ってるんです。成田からぐるーんと東京を回してアクアラインのところまで行くんです。これが急ピッチで進んでますから、26年度に終わすということ、27年から供用開始ということになっておりますけども、土地の買収がちょっと茨城の方も遅れてます。ですからちょっと遅れるかもしれませんが、もう小山の先の五日までもう柱も立ってきて、インターがあそこでできるんです。ですから五日町から小山まで6車線になんとかしてもらいたい、こういうことを私はいろんな人にお願いをして、それが現実になってきて、わずか去年の私が一般質問で取り上げたのは2月29日だったと思います、大雪の日に。したら県会議員の皆さん、私の他に49人いるんですから、まあ、執行部の皆さんもいますが、絵に描いたらどうせ持ちだろうと、こんなふうに思ってたんでしょう。しかし予算が去年の国の方の補正予算の13兆円近い補正予算の中で、調査費と、まあ、設計っていうのかな、そういうものが18億です。お隣の茨城県の橋本知事が予算をつけていただいた。で、私も2月1日に行って、地元の中村喜四郎という侍代議士と一緒に、そして今度は投資予算から120億満額もう茨城の方で予算をつけていただいた。で、私は勘違いしてたのは、国道っていうのは国がお金を全部出すんかと思ったら、3分の1は県が出すんですね。ですからそのお金はもう茨城県はもう用意したということで、今国交省の方ではこの道路を高規格道路にするのかどうするのかっていうことを今計画を練ってるっていうことで、もうスタートを切っております。なれば小山にインターができるんです。今の50号と4号がぶつかったところは有機になっちゃうんです。茨城県になっちゃう。これ有機インターじゃどうにもならないから、そこまで小山から5キロぐらいですから1本乗り入れを作ればいいんですよ。そうすればインターができるわけです。なればこの辺も今度は良くなってくるわけですよ。そうでしょ。50号線の達成化にもつながる。こういうことで今どんどんピッチを上げてやっております。また栃木市の方からも鈴木市長の方からも要望が出てるスマートインターチェーン、これは栃木県は3カ所をお願いをしております。矢板とそれから大谷とそれと西方菅の間へ1個ということで3カ所国交省のお願いしておりますけど、私も月に3回は国交省行っておりますが、なかなか会えないような人に会える、この人脈、これを活用して今行っておりますが、全国で11カ所っきりもダメだということなんです。12月に決断が出ますが、そこへなかなか難しいかなと思うんですが、今一生懸命それをスマートインターを私の選挙区なんだからお願いしますということで今やっております。まあこれがもし外れた場合は別枠で一つお願いしますということで2段掛けで今やってるところでありまして、まあ仕事の方は一生懸命とにかく
栃木県がよく、栃木市が良くなるってことは栃木県も良くなるというふうに私考えておりますので、これからも岩船町でね、栃木さんみたい人がいるんだか侍が、こういう人は絶対に9月に選挙、来月だってまたやるんですね、来年2回もやるんだって、これ大変なことだと思いますよ。しかし皆さんのお力を頂戴して、こういう侍をぜひともこの地元から出していただきたい。そしてまあ鈴木市長が再選になるかどうか分かりません、来年選挙だから。いや分かんないでしょ、私がここであれは間違いないかなってことは言えないし、私もいろんなね事情があっていろんな人から言われますけど、ノーコメントで私は言っておりませんが、いずれにしても、やはり皆さんの熱いご支援を我が名誉である栃木さんに賜りたい、くれぐれもお願いを申し上げまして、ちょっと長くなりましたが、お願いのご挨拶と激励の挨拶に帰るにしております。今日はありがとうございました。